木本元,元吉木本元,元吉から1944年1月5日は、明治から昭和前期の実業家、政治家、衆議院議員、貴族院多額納税者議員、奈良県奈良市長、奈良県添上郡、木寺村で、豪農、木本孫次郎の長男として生まれる。同志社製法学校で経済を学んだ。帰郷して家業に従事し、1910年8月、家督を相続した。 奈良銀行取、産業銀行取、奈良県農耕銀行取締役、日本官業銀行地方顧問、奈良実業協会会長、奈良県実業連合会会長、奈良教育会会長、平時会会長、日本赤十字社奈良委員長、大日本部特会地方委員、恩師財団再生会評議員、大和山学会長などを務めた。正解では、奈良市会議員、 同参次会員に就任。1902年8月、第7回衆議院議員総選挙に奈良県奈良市から出馬して当選し、次の第8回総選挙でも再選され、衆議院議員を連続2期務めた。この間、衆議院議員選挙法改正調整会委員を務めた。1908年4月、奈良市長に就任し、1911年10月まで務めた。 同年、貴族院多額納税者社議員に枯選され、同年9月29日から1918年9月28日まで在任した。ありがとうございます。